そう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 。あ、わかった。清涼パテ。紙粘土みたい。そう、あでもめっちゃ、はい、に似てます。紙粘土みたいな。紙粘土みたい。質感が、はい、いいね、楽しそう。ハオちゃんこれ知ってます？レバーパテ。同じボケしなくていい。美味しいよね。あっち。して見てもらうと壁と壁の継ぎ目あるじゃないですか、あそこがちょっとへっこんでんのがあります、うん、マキアバカ兄貴と貼ったボードなんですけど、はい、ボードとボードの隙間絶対隙間ができるんですよ。でそこに漆喰塗ったり壁紙貼るとそこがベベッとへっこんじゃうんですよ、うん、だから隙間を埋めなきゃいけないんですよ。こいつが紙粘土と一緒でこれを塗ると後から固まるんですね。へえ。それが壁になると。じゃあ我々は今から動くってことですね。そういうことです。天才じゃん。できるよ。我々食べつくりやろう。かなりは薄くってこと？はい、薄くです。はい、これを使います。やったるで。新関西でしたっけ。せやかて工藤やるで。せやかて工藤できるで。西の名探偵やるで。なんか生クリームみたい。あー、確かにケーキのデコレーションみたいな。はい、ああ、どうした？ちょっと待って。バーじゃないんだよ。大丈夫だぞ。本当に落ちてる。隙間上がってきたんじゃないね。結構ちゃんと埋まってる感じする。下からで。いいぞ。下から上がるぞ。お、正解です。その下の際はそうした方が綺麗です。ですよね。熱いからね。あ、そうもある。冬はもうちょっとね遅いんだけど、彫刻家のようですね。世界の彫刻家なんだ。ラララ。大事でやけど、全然違うよ。どういうふうに飾られてるのかとか、そういう違う。今はどういう？そういうんじゃない。あのボケを殺しにかかってくる。コメント欄にね、あの今のボケが分かる味方の方、ぜひコメントしていただければと思います。いるそのだいぶ隙間埋まったんじゃないかな。はいですね。できた、はい、準備 OK。 じゃあ漆喰塗っていきましょう。はい、ここのーちゃん漆喰の糊だ。糊なのこれ。下地の吸着を良くする、まあ、シールみたいなもんですね。こんな雑でいいの？いいです、ふわふわっと。大丈夫、これ届く？はい、OK。 OK。 いい感じにやっちゃえばいいと思うんですけど、正解かどうかは定かではないんですけど、珪藻土と漆喰ってあるんですよ。どっちも一長一短で、漆喰の方が長持ちしないけど湿気とかカビとかをより防いでくれるんで、珪藻土は長持ちして手入れしやすいんだけど、ちょっと湿気とか大カビの効果がちょっと薄いみたいな。人によってそれ混ぜちゃえばよくねっていう。混ぜましょう。珪藻土。うわあ、イカスミみたいですか。黒いマヨネーズみたい。食べられませんって書いてある、ちゃんと。あ、なんかいい感じにグレーになったんじゃね。グレーって感じ。あ、そう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 。で回して、あ、そう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 。正解です。それで全体的に布つけて、つけすぎるとボタボタ垂れるんで、お互いそれで程よくつけてもらって。どうなんちゃん、いい感じ？お、お。最初ちょっと静かにトンとつけていただいて。どこに？壁に。で、そのまま下にどうぞ。ああ、いいじゃないですか。当て目地っぽくなるじゃないですか。はい、難しい。これがだからもう職人さんの手の向きとか癖で、こういう漆喰ってなんか壁にさ、こういうなんか模様つくのあるじゃないですか、はいはい、なんかこう扇形になってるやつもあれば、はいはい、こういうまっすぐで縦もあれば横もあるのは、うん、こういう時にこの手の向きで変わる。もう2人のセンスにここは任せようかな。
いいよ、ヒデさん応援してるよ。ヒデさんありがとう、ありがとう。頑張りや。あ、ここ閉める。うん、はい、おい。テーマ自由、あとアメリカ。あ、でもいいよ、あんちゃん、虫聞いてみて。ほんで、群がっている、うん、はい、できたー。勲章がすごい、すごい見てくれる。かっこいい。イエーイ。じゃあこれを残りの部屋も塗っていきまーす。うわー、あんまり下ギリギリまでいかなくて大丈夫です。いかんで大丈夫だ。はい、あの、幅っていう、はい、よく部屋の下に帯みたいについてるの分かります、はい、あれつけるんで、これ平らにしてるんですね。そう、目的は平らにすることなんで。あ、そう、今ゆうちゃんがやってるみたいに横にやると溝に入るんですよ。あ、なるほど。で、最後流すときにちょっと縦にやると平らになります。そう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 、横やってから縦みたいな感じ。そうです。あー、気持ちいい。あ、こんなに上がっていた。それももう、そう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 。あ、わかった。こうやって調整していけばいいんで。で、そのクロスして横目地になるんですけど、はい、それは順序が逆で、縦やってから横にやると綺麗になります。なるほど。へー。こうだ。楽しい。楽しいな、これは。楽しいね。削る。おー、こそげ落とす。はい、了解です。ありがとうございます。おばちゃんらに。あ、削れた。ちょっとこのやってると職人って大変だなって思いますよね。めっちゃ思います。ありがとう。ちょっと早い、ベテランさんや。確かに、やっぱり忍者とかちょっと職人と通じるところがあるんですかね。まあ、でもごめんなさい。必殺仕事人ってあれ、普段職人とかだもんね。あ、そっか、そうなんですね。仕事人なんだよ。わー、面白い。いやいや、楽しいよ。いやいや、楽しいな、これ。これめっちゃ楽しいな、やばい。これ一番楽しいかもしれない。楽しいな、これ。楽しいぞ。いいんじゃない。あれ、いいんじゃない。いいだろ。いいんじゃない。あ、固定する。はい、いいよ。待って、もっとダイナミックにしたい。置いていきます。ありがとう。おお、こっちむずいの。逆に。塗りました。塗りました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。確かにうまいっすね。めっちゃ早い。これ今、なおあお、ゆう、まゆで最後ですけど、これに関しては間違いなく一番うまいっすね。
音が速いの。あ、でも香織ちゃんもうまい。この壁綺麗にやってこう。この壁が一番綺麗なクオリティが高い。面白っ。これなんかたまたまの組み分けだけど、このチーム勝てる。うまい。やった。最初こんなとこに隠れてたで。いや、もうヘラの使い方がもうちゃんとしてます。何ですか。素晴らしいです。もうこれはもう直すところがないぐらい、今までの中でこれ一番点数高いですね。勝てうまいチーム。勝てうまいチーム。勝てうまいチームです。超早かったんですよ、しかも。だって早いっすよね。確かにこの時間でもうできてます。もう全部埋まってるからね。間違ったね。こんな運命あります。あと上手い2人がペアになる。嬉しかったね。平らになったんで、そのまま今度色つけていきます。はい、でロングバージョンは上の方やる用と、はい、ショートバージョンはまあ下の方やる用ってなってるんですけど、あ、ちなみにそのゆかちんの持ってロングバージョンは黒いところをグリッと回すと取れます。このスカルが短くもなります。なるほど。あ、これでいける。楽しい。なんか早い。なんかさ、学校でこういうのあったよね。あった。あった。あった。あるよ。おお、これ大丈夫。あ、いけた。これ見てみて。なんかね、マニキュアの除光液みたいなやつでやると落ちるんで。大きな平日の床を通りました。もう一枚じゃない。なんかやってんだこれ。何やってんだ。何やってんだ。証拠隠滅の床を。床のスマホでこう。床のスマホなんだからね。床がなくなっても知らないから。綺麗だな。そうなんですよ。そうなんですよ。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。どこ行ってたの。どこ行ってたの。どうしますか。いい感じですね。全職、向き合いましたね。向き合うだけあるから。そうね。ネジは全然ダメだった。職人やもん。手付きの表情みたいになってる。全員壁できました。お疲れ様でした。コンテナの上なんでしょう。我々のグランピング場はコンテナが2台並んだような形になっているので、この間の隙間ゴムで埋めて飲むとかを防ごうという試みでございます。レッツトライ。ここら辺ぐらいからでいいかな。やっ。ヘルメットが回っちゃう。どう、めっちゃ小さくしてんだけど。やだわ。さすが140センチ大きい。いいですよ。いい感じです。自分も全部ちゃんと配管の感じが。はい。ここら辺が。マッサージ、人マッサージしてみたい。ああ。それからあの竹踏みみたいな、足踏みマッサージみたいな。できた。できました。早いね。あっという間ですね。バッチリ。そこにコーキングをベベッと。あ、これもコーキングするの？します。一応ね、コーキングして。
していこう。ストーキングします。知ってる、見たことある、クリコーンシーラント。はい、一番メジャーなやつです。継ぎ目のとこにビーッと、あ、そう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 。素晴らしい。なんかなります。ちょっとグズグズな部分もありますけど、止まってるんで大丈夫です。ここはちゃんとあの隠すんで、はい、あのそんなに綺麗にやらなくても大丈夫なとこです、はい、なのでこんな感じでやりました。本当はねマスキングテープみたいなやつやってはみ出さないようにやるんですけど、ここはそれやらなくて大丈夫なんで、はい、やっときました。最後にこの白い蓋をして終わりです。 OK です。持てますか蓋。持てる持てる。よし、あ、そうだ、置いてちょっとそこからグッと押した方がいいね、きっとね。置いて、お、やっぱちょっと一回蓋がつきました。最後その継ぎ目をコーキングしていきます。じゃあそこは今までの経験を生かして渾身の渾身の一撃、はい、最高の一撃を。いやなんとかなれできた。よし、そして夕暮れの富士いいですよ。 OK、 これをあと2つ、ね、ちょっと明日以降他のメンバーに会ってもらいましょう。次は誰に託そうかな。バトンタッチだ。やっ、お前じゃん。イエー、どっかでやってました。あ、某ピンクのつなぎ来た現場でやってました。その時はですね、お風呂場をやりました。あ、なんか今変な記憶がフラッシュバックしたな。うまくない？いや、うまい。天才的だよ。だってこうやってマスキングテープ貼った時ぐらいできてるよ。うえー、イエー、謎の才能を発揮してもしょうがないみたいな。うまい、うまい。超うまくない？マジで。めちゃくちゃうまい。多分ね、かおりちゃんのね、この先に引いてくれたやつかな、うん、ちょうど二重でいい感じになってます全然隙間ないもん。天才すぎない？なので、かぶせていきたいと思います。はい、仕上げです。新パターン。いけたんじゃない？うん、いけたっぽい。オッケー、来た？帰った？お願いします。先生、はい、どうぞ。仕上げよ。オッケー、できた、できた、屋根完成